んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは人の世話をやめるです。いつも人のことを考えている人たちがいますよね。この人たちの特徴はバッグなどの荷物が多いということです。何しろいつも誰かを助けようとしているので余分なものを持ち歩き、荷物が多いんです。頭の中では通りすがりの人に道を教えてあげようとか、盲人の手を引いてあげたいとか、そんな空想をしています。なぜこの人たちはそんなことをするんでしょうか。それはそもそも自分がかなり依存的なタイプで、本当は自分が助けてもらいたかったのですが、そういう環境になかったのでなんとか自立することができたんですが、まだまだ依存的な性質が残っているんです。それで自分の周りに助けが必要な人を見ることで自立に向かおうとするんです。つまり自分が18歳だとすると、10歳の子供を周りに置いておけば自分は大人に見えるというわけです。ですからこの人たちは25歳の人たちとは付き合いません。自分よりも上の人と付き合うと、それだけ自分が未熟者であることに直面しなければいけないからです。でもこの人たちにも夢があります。もっと素晴らしい自分でいたいし、もっと価値ある自分でいたいんです。ですから本当は自分よりも上の人を見て真似していかなければ成長できないですね。ということで今日はこれを直しましょう。いつものように目を閉じて、自分を6歳の子供だと思ってください。そこへ大人の自分がやってきて、あなたに話しかけます。あなたはいつも人のことを考えているよね。あの人の仕事を手伝ってあげなくちゃ、あの人にやり方を教えてあげなくちゃ、あの人はこれを忘れるかもしれないから予備を持っていこう、そんな感じでいつもあなたのバッグは大荷物だよね。大人の自分はそれでとても困っているよ。人のことばかり考えているから自分のことを後回しにしてしまうんだよ。本当は叶えたい夢があるのに、すごく遠い気がして叶えられないんだよ。困ったね。あなたが人を助けようとしているのは、そうすれば自分はできている自分に思えて優越感を感じられるからだよね。でもそんなことをやっているから、あなたの周りには助けが必要な人たちばかりになって、実力のあるすごい人はいないから、あなたはちっとも成長できないんだよ。あなたは実力のある人たちから逃げているんだよ。その人たちの評価基準が厳しくて、自分は否定される、怖いと感じるからだよね。だから自分よりも未熟な人を助けて安心しているんだよ。それじゃいつまでも成長できないよね。だからもう自分のことをしっかり考えなさい。自分の実力を上げることに集中しなさい。もっと人に厳しくなりなさい。そしたら自分にも厳しくならざるを得ないよね。そうやって評価基準を高めて、実力を身につけて、責任感を高めていくんだよ。そうしたらあなたの実力は上がっていって、起業したいとかお店を出したいとかの夢を叶えられる自分になれるんだよ。あなたの頭の中から助けが必要な他人を追い出しなさい。そして高い実力のある人たちのことを考えて、その人たちの役に立てるような自分を目指しなさい。そしたら何をやらなければいけないか見えるよね。大丈夫、頑張りなさい。
あなたにはできるよ。未来の自分はあなたを導いているからね。